ということで、昨日の残りのお寿司を食べていきたいと思います。いただきます。今日の夜ご飯は絶対魚べいって決めてる。アマゾンでネイルの LED 買ったやつが届いたからネイルした。うまくいかなかった。めっちゃグツグツしてる。ラストの一口いただきます。これからイッチーのダンスの撮影をしてきます。バイバーイ。5日目でございます。どうですか？なんか、マジで焼肉大好きなの。だから結構全然余裕。あ、本当に？はるかは寿司大好きって言ったけど、もう毎日が幸せ。私も実はちょっとやばい。ちょっとやばい。マジでこちらのすごいところはラーメン食べたのにめっちゃ遅くね。でさ、ラーメン生活してるからね。これね、結構やばいよ。私の体はなんかあんまり太りにくい体なので、うんちもこれ出てないんだよ。どこに行ってんのって感じ、怖いよ。自分でも怖い。夜になりました。なんかもう最近普通に1日1食になっちゃって、それが慣れちゃって。お肉だからさ、スタミナっていうのかな、パワーは全然あるから。本日のメニューはこちらでーす。いただきます。でも髪染めたの最後の一枚。ごちそうさまでした。はい、ということで昨日の残りのいただきます。一日何も食べてなかったからうまいわ。うわ、なんかこぼした。最悪。エンディングの音の鈴みたいな音は何？なんか入ってたから。味はめっちゃ美味しいんだけどさ、なんか気持ち上がんない。ラーメンに対して申し訳なくなる。私食べたい。いただきます。美味しそう。私食べたい。ごちそうさまです。なんかウオーベアのさ、1年間食べ放題みたいな件欲しいな。ウオベは最強でした。ごちそうさまでした。チョコ食べたい、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 チョコ食べたい。6日目のお昼でございます。とうとう明日で最終日なんでございますけれども、本日の私のお昼の朝食メニューは豚骨塩ラーメンでございます。若干ね、体がね、慣れてきた感じがする。ラーメンに対してあんまりね、むくまなくなった。すごくない？うちの適応力。うん、あ、このカップラーメン美味しい。おじさんとかが好きそうな味する。どのカップラーメンもね、お店で出てるラーメンにはかなわないわ。やっぱり最上級。いただきます。ラーメン完食しました。はい、ということで5日目のお昼ご飯です。時間がないのでいってきます。いただきます。スーパーに寿司1個しかなくて危なかった。昨日インスタでね、マホとコトネとハルカでコラボやったんだけど、めっちゃ面白かった。よかったらみんなインスタフォローしてください。はい、最後の一口いただきます。5日目のお昼ご飯ごちそうさまでした。練習行ってきます。コトネは寿司屋に行く、せーの、最初はグー、じゃんけんぽん、ねー。
らっしゃい。はい、ということで焼肉生活6日目。イエーイ。今エクステをあのかなこさんにつけてもらってます。つけてます。ありがとうございます。今日はコンビニで買った厚切りカルビと焼き鳥炭火焼き、いただきます。うん、え、めっちゃ美味しい。なんか韓国の味がする。はい、ということでお話が盛り上がってしまいました。ラストお肉。完食。続き髪はお願いしたいと思います。ごちそうさまでした。バイバーイ。ロケ着きました。着きました。めっちゃ美味しそうなの。ちなみにはるかはこれが好き。これ食べて。まずどんどん注文してやがる、この人ムカつく。いやいや違う違う違うでしょ。せっかくだから全部頼もうか。あ、いいじゃん。やば、3つ頼んでるやん。え、めっちゃ美味しそうなの。あ、だったやん。いただきます。そういうやつ。そういうやつ。サッカー勝てたの。お疲れ様でした。はい。ちょっとあの一回口を全部あーって開けて。お母さんなんて。何もないよ。あ、じゃあ勘違いか。勘違い勘違い。コトちゃんラムネ美味しい。ラムネ美味しい。あー、ごめんなさい。忘れてました。ね、忘れてたね。でもさ、この人ミンチは食べてんだよ。だってそれは聞いてない。それは聞いてない。だから言われてないもん。いや、ミンティアダメだよ。普通に考えて。でもカルカありなのにミンティアがダメだよ。え、カルはだって胃の中にさ入んないじゃん。え、じゃあ2人ともルール違反でいいじゃん。え？違う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 。いや、うちは忘れてた。いや、だってママだってママだってルール分かんてないもん。うちはそう。分かんないじゃん。こっちの方がやばいのかな。さんがある。そう、リズムがある人。全部あの人のせいだ。まんまるなんかさ、犯人みたいなうちの方じゃないこれ。はい、ということで、はい、最終日のお昼ご飯は、はい、とびまのお弁当になります。え、これはご飯は、ご飯はなしです。最終日になってお稲荷。そう、なかったんです。一応寿司って書いてあるから、まあよし、しましょう。寝前に食べる。はい、お金はこれしか買わなかった。バカだわ。うまい？ご飯が食べすぎてやばい。肉めっちゃうまそう。カメラ止めるか、じゃあ。肉食べようとしてない。今日ケータリング？うん。見てくださいよ、肉さん。美味しそう。真帆の実家でーす。なんかやだ。お昼時間になりました。何が？
いいの。おお。肉行こうなって言ってきたもんね。朝から何も食べてなさすぎて、ね、めっちゃこってり系のラーメンを食べたかったから今日は家系ラーメンを注文しました。ウーバーしてから全然ね配達してくれる人が見つからなくて冷めちゃった感じするんですけど、まあいただきます。うん、うん、スープの上に乗ってる油の量が格好いいでね、やばい。家に帰ってきました。今日はね朝早くから10時くらいまでやってて疲れました。最終日ということなので、じゃじゃーん、大量のお肉いただきます。待って、やばい、本当に美味しい。ああ幸せ。琴音がね、今日お昼は何も食べてなくてちょっと心配だった。大丈夫かな、今頃は食べてるかな、ちゃんと。今日一日頑張ったのに卵は見せられなくて、スープは飛び散って、ウーバーイーツ全然届かなくて、ちょっと冷めたものが来て、なんて日だ。涙出た。一目で飲むか。頑張れ、いける。一週間ラーメン生活終わりました。ダメだ。お腹がいっぱいだ。一週間好きな食べ物生活やってみたんですけれども、立ちくらみとかが結構あった。皆さんは一日三食バランスよくご飯を食べてくださいね。バイバイ。はい、ということで最終日の夜ご飯は家に帰ってきてウーバーイーツをやりました。まあ、最後は豪華に行こうと思って結構高めのお寿司を買った。やば、いただきます。やば、幸せを噛みしめるわ。終盤なので話すと、大好きだもんな、マジ。いつ食べても幸せだわ。お寿司が好きになりましたね、この1週間で。お寿司の良さに携われた1週間でした。二度と食べたくないです。最後のこいつで全て奪った。完食しました。結論から言うと、いつまでもいけるでした。飽きるはなかったです。いろんなお寿司屋さんのお寿司を食べれてとても幸せでした。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。そして SNS のフォローもお願いします。ということで以上、最後でした。バイバーイ。1週間ラーメン生活やってみてどうだったかっていうと、めっちゃ便秘になった。